セビオで実況、僕の夏休み2、海の冒険編と、ササラさん。僕たちは見送った、眩しくて逃げた、悔しくて2、29日目を始めてまいりましょう。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。てなわけで、合唱曲シリーズのストックが底をつきたので、夏といえばのあの曲で始まった29日目ですが、本日は、よお兄ちゃんの家、秘密基地、防波堤の先っちょ、狼じじいの炭焼き小屋を中心に、島の中を回って参りましょう。まずは日課の民宿2階ですね。もともと午前中はあまり本人を見かけなかった谷口さんの部屋ですが、もう会えないとなるとちょっと寂しいですね。もう会えなくて寂しいといえば、ヨシカさんも帰ってしまったので会えなくなりましたね。おや、これは手紙かな？僕くんとっても楽しかった。ありがとう。君がいい男になったら、一緒にお風呂入ってあげる。じゃあね。これはヨシカさんの置き手紙ですね。ヨシカさんとお風呂、興奮しますね。頑張っていい男にならないと。この後興奮を抑えながら、サイモンの部屋にも寄りましたが、誰もいなかったので表に出たら、民宿の前におじちゃんがいました。ボクちゃん、そろそろ夏休み終わるね。なんだか悲しいね。うん。おじちゃんが小さい頃って、戦争の最中だったからかな。夏休みが終わった頃の記憶ってねえんだよな。なんだか物悲しいですね。そんなわけで、やっぱり興奮が抑えられなかったので、とりあえず半裸になることにしました。いつもの通り半裸になったら、例によってノルマをこなして、おじいちゃんの待つ防波堤の先っちょに向かいました。今日も全く釣れないの。ねえ、一日やってて一匹も釣れないこともあるの？うん、そうじゃ。でも何事も欲張らず、自然体で臨むことが一番大事なのじゃ。そうすると、心穏やかにして、
千金に値する休日が得られようぞ。そんなことまで考えちゃうほど魚釣れてないんだ。それにしても釣れないの。結構いるように見えますけどね。とりあえずおじいちゃんとの話も終わったので、今度はひかりちゃんのところに向かいました。ああ、みんな私を置いてどっかに行っちゃうんだ。そうだね。ねえ、あんたんちって、私が遊びに行ったら泊まるとこ、ある？え？あると思うけど。なんだ、心配して損したよ。なんだそれ。あらあら、うふふ。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか、占ってあげようか。じゃあ、今日は5ね。1、2、3、4、5。はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。今日は、たけし兄ちゃんたちあそこにいるのかな？どう？参考になったかな？さてと、ひかりのおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。これって、なんで夕方なのかしら。なんだか気にならない？どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。今日はなんだか、うちのお姉ちゃんが言ってるみたいだよ。なんでなんだろう。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？じゃあ、また占って欲しくなったら声をかけてね。光ちゃん。今日もありがとう。占いの優先順位が少し変化しましたが、特にルートに変更はないので、今日も剣豪を目指して、診療所の奥の秘密の海岸から、海を通って、お昼を食べている船頭さんに会いに行きました。今日は何ラーメン？お醤油。もう一杯、欲しいかも。相変わらずですね。再び海からのルートで、今度は陽兄ちゃんの家です。今日は奥側にいました。もう、帰る日決まってんの？うん、31日だよ。そうなんだ。ねえ、小さい頃、さよならの時に言ってた決まり文句があったんだよね。僕、その言葉大好きだったんだけど、なんだか思い出せなくて。どんな言葉だろう？わかんないや。わかんないや。どちらに話しかけても同じ会話みたいですね。次はいつものおみくじ事情です。大将、これはいけませんね。承知。まあいいかな。そんなわけで、続いてはおすすめの優先度が上がった秘密基地で虫相撲です。集まれガキども、ネルソンカッチ。まだ一番ね。一丁も虫相撲でバリバリもんじゃった。今日もバリバリに返り討ちなんだぜ。頼むぜ、ウルトラハリケーン。まず俺が相手ね。じゃあこいつでどう？よし行け！頑張れ！ああ負けとったよ。次僕の番か。頑張れ！わあ負けたんだば。ああ負けちゃった。今日も特に見どころがないままウルトラハリケーンが勝ち続けました。頑張れ！ああ負けとったよ。ごめん持ってないよ。あ、俺持ってない。二人とも持ってないみたいだな。今日
今日の教祖で大勝利です。秘密基地は赤丸付きのおすすめなので上に登ったり。虫や技の特徴のことを何が聞きたい？しげるに話しかけてみたり。そこらに積んである雑誌を調べてみたり。虫相撲のルールやコツのこと何が聞きたい？たけしに話しかけてみたり。奥の雑誌を調べようとしたのに調べられずにまた虫相撲が始まりそうになったりしたので。じゃあ俺たちも元のところへ帰るね。僕くんまたね。諦めて今日はもう解散です。ねえ、ここの冬ってどんな感じなのかな？え？どんな感じって言われてもな。どういうこと？冬になったらますます何にもないんだもん。確かに何にもなさそうですね。続いては狼ジジイの炭焼き小屋です。今日はいるかな？その日、小屋の近くに狼ジジイはいなかった。あれ？おじちゃん、やっぱり狼になっちゃったのかな？文字通り、狼ジジイの誕生である。そんなこんなで八ルーラ。晩御飯クイズのために海の家に向かいましょって、あれ、テレビに映っているのはもしかして谷口さんじゃないですか？次のニュースです。昨夜、横須賀近海強盗事件の犯人が逮捕されました。事件は7年前、横須賀で現金輸送車が発煙筒を持った男に襲われ、当時の価格で5000万円に相当する金塊が奪われたものです。なお、強盗事件などで死亡及び負傷者がいない場合、刑法によって7年間の時効が定められていますが、本日8月29日がその期限となる日でした。今日が時効の日でしたか。思わぬところで谷口さんが出てきましたが、何はともあれ海の家で晩御飯クイズと、その前にお金が貯まったのでヤマトのプラモを買いましょう。どれどれ。戦艦ヤマトのプラモデル。小さな僕がお金を貯めて買った大きなプラモデル。てなわけで、夕方までまだ少し時間があったので軽く時間を進めて冷蔵庫の中を閲覧です。今日の中身はお野菜、タコ、魚、小魚、それからこれは赤身の魚かな、それともお肉かな、あとこれは何だろう、ちょっとよくわかりませんね。ボクくん、今日の晩ご飯は何だと思う？団子になりそうなお肉はなかったので、肉団子は除外で魚と魚の二択。川の赤い鯛っぽい魚は見た覚えがあるけど、サバっぽい魚は見当たらなかったと思うので、消去法でマダイのあんかけかな。じゃ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。クイズの結果を楽しみにしながら、夕方の船着き場に行きました。どうしたの？ちょっと絶望してるんだ。ちょっと？ちょっとね。元気出してよ。一体何があったんですかね。よくわからないけど、とりあえず夕方の診療所に向かいました。ドアが開いてますね。あれ？何を見ているの？ほら、そろそろ降りてくるよ。何が？あの世界とこちらがさっきつながったの。だからもうそろそろ降りてくるよ。なんだかわからないや。君もお兄ちゃんになるんだね。おめでとう。え？
てしまいました。そういえば僕くんは、お母さんが臨月だから、親戚のおじちゃんの家に預けられてるんでした。お兄ちゃんになるってことは、そろそろ生まれるのかな？僕、あさっての朝に家に帰るんだ。そうかそうか。道中気をつけて帰るんじゃぞ。お父さんお母さんによろしくな。そういえば僕、今晩お兄ちゃんになるらしいよ。なになに、お母さんがもう産気づいとるということか？いや、そうじゃなくて。なんじゃ。おじいちゃんなら分かってくれると思ったんだけど。おじいちゃんと僕くんは診療所で一緒におばあちゃんに会った仲でしたね。そんなこんなでそろそろ夕飯です。さーてと、腹減ったろ。晩飯の時間だぜ。おや？皆さん、ビッグニュースです。あれれ？私たち、結婚します。します。今まで秘密にしてて、ごめんなさい。なるほど。だからさっき、船頭さんの元気がなかったのか。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。僕くん、お父さんから電話。ちょっと急いで。あれ、これはもしかして。さあ、急いだ急いだ。そうなんだ。分かったよ、お父さん。じゃあね、お父さん。あれ、弟だっけ、妹だっけ。お父さん、男の子って言ってたよ。おめでとう、僕くん。やったやった。僕くんに弟が生まれました。おめでとう。あ、ここからなんですね。ちょっと助かる。ボクちゃんおめでとう。これで俺と同じくお兄ちゃんってわけだ。おめでとう、ボクくん。ああ、僕も弟欲しいな。そしたら僕にはお兄ちゃんも弟もいることになるのに。僕も一度でいいからお兄ちゃんって呼ばれてみたいよ。大きくなって妹系のメイドさんのお店に行けばワンちゃん。おめでとう。これでお兄ちゃんだね。うん。まだなんだか変な気持ちだけど。今日の晩ご飯は大きな大きな石鯛の刺身とエビイカ春巻きでした。なお、今日は僕くんが大きな石鯛を釣り上げたので、晩ご飯のメニューを急遽変更して頑張ってみました。やっちまいましたね。この後はおばちゃんの肩を叩いて、2階にいたサイモンに話しかけました。おめでとう。生まれたんだってね。うん。でもなんだか変な気持ちなんだ、僕。ほら、ビッグプレゼントだ。朝顔が咲いてた間、毎日1枚ずつ取ってたんだ。だから咲いてた日数と同じ枚数の朝顔の写真をあげるよ。わあ、ありがとう、サイモン。サイモンも君の喜んだ顔が見られて嬉しいよ。しばらくはお母さんは大変だから、ちゃんと家の手伝いもしてあげなきゃダメだよ。やったぜ、サイモン。どうもありがとう。早速写真を覗いてみましょう。懐かしい写真がちらりほらり。雨の日に開いた傘みたい。仲良く丸いの並んでる。お日様浴びて目を覚まし、手足ぐぐっと伸ばすんだ。みんな、ゆっくり起き上がり、
さあ今日一日何をする？兄弟姉妹たくさん揃って大空向かって歌ってる。私が一番綺麗かな？それともやっぱり隣の子？じっとこちらを見つめてる。言葉がわかればいいのにね。雲が大空流れてく。動いているのは雲。それとも。ちょっぴり緊張。いつもより少しだけ赤い顔の花。これでいつでも大空へ、高く高く飛んでいけるね。てなわけで、全部で9枚の朝顔の写真でした。ぼちぼちですね。サイモンの後は、弟が生まれたことを言いふらしに、まずはおじいちゃんのところに行きました。ねえ、さっき弟が生まれたんだ。なになに、それは本当か。いやはや、なんとめでたいことよ。死にゆく者と、生まれ出るもの。どうしたの？いや、何か気の利いたことを言おうとして思いつかんかったのじゃ。僕すぐにでも弟に会いたいな。僕くんがそわそわしてますね。次は公園に向かいます。弟できたんだって？うん、そうなんだ。光も弟が欲しいな。そうだ、お姉ちゃん産んでくれないかな。それは弟じゃないってば。それはいろいろと問題がありますね。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は3ね。1、2、3。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。どうでもいいけど、看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。一体何が起こってるのかしら。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。ヨシカさんってギターまで弾けるんだね。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。光ちゃん、今夜もありがとう。お次は若い二人の監視に向かいます。まだ子供を産むのは早いですよ。僕に弟ができたんだって。え？本当？すごいじゃない。おめでとう僕くん。おめでとう。でも一人っ子同盟としてはなんだか寂しいかも。あれ？そんなものがあったんだ。うん、僕の心の中にだけどね。僕、兄弟がいる生活なんて想像もできないよ。僕くんに弟が生まれたので、この島で一人っ子の子供は陽兄ちゃんだけになってしまいましたね。てなわけで、今夜は海の家で夜釣りをしたのですが、びっくりするぐらい大したことのない調査だったので、そろそろお休みなさいをしようと思います。顔を洗おうとしてポスターを見てしまいました。おや、ヤマトのプラモが作れるみたいです。もう完成しました。早いですね。そしてかっこいいです。今日はいろんなことがあったけど、絵日記は何を書くんだろう。
8月29日、日曜日、晴れ。弟、誕生、嬉しいな。サイモンと渚もおめでとう。いいこといっぱい、嬉しいな、嬉しいな。何にもない日ならプラモの日記になったのかな。夏休みも残りあと2日、最後まで頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。